感染、ウガンダ選手、名古屋駅で新幹線降りたか、改札出ていく様子が防犯カメラに。行方不明となっている、オリンピックのウガンダ代表の、選手が、愛知、名古屋駅で新幹線を、降りたと見られることが、新たに分かった。ウガンダ代表で重量挙げの、ジュリアス、セチトレコ選手、20、は、大阪、泉佐野市で合宿中だった7月16日朝、近くの熊取駅で、名古屋方面への新幹線の、切符を購入した目撃情報を、最後に、行方がわからなくなっている。その後の捜査関係者への、取材で、セチトレコ選手と見られる人物が、名古屋駅で新幹線を降り、改札を出ていく様子が、防犯カメラに映っていたことが新たにわかった。泉佐野市は、大阪府警に行方不明届を出していて、警察が捜索を続けている。詳しくは、YouTube ブログへ。